おかしいな、おかしい。よいしょ。さて、なんだ今の。なんだ今のは。いやー、今日も出ましたね。おっさんか。いやー、愛なダジャレで思いついたこのコーナーは、世の中に溢れる様々なお菓子たちの中で異彩を放つ、文字通りおかしなお菓子を僕たち二人が体当たりで紹介するコーナーでございます。はい。まあ、前回一膳クラゲ。なんか、カジ君まだ糸引いてるらしいですけどね。そう、もうね、手足が痺れて、今日もおかしい。だから、痺れねえだろ。別に痺れてねえから、そういうお菓子じゃねえから。もしもそれお菓子だったらいろいろ問題あるから。そうですね。じゃあ、非常に、すこぶる会長な、第3回目を迎えられましたけれども、はい。で、今回のこの、お便りなんですけれども、今回も、まあ、たくさんのね、このお菓子。いろんなお菓子来ておりますので、じゃあ紹介していこうかと。はい、ミスティーネーム、はいはい、山奥の元温泉宿の遊撃士さんから。何どういうことだ、どういうことだ。いただきました。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。下野さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。お二人のラジオということで、うん、毎回更新をすごい楽しみにしています。お隔週ということを忘れ、つい金曜になるとチェックしに行ってしまいました。隔週ですよ。次の週をして、まあ、聞いてくださっても全然いいんですけどね。はいはい。もう一回聞いてもらっても構いません。ありがたいですね。はい。でですね、はい、おかしなお菓子でおすすめしたいのが、うん、タイムリーについ先日、うん、名古屋土産でもらいました。ほう手羽先味のキャラメルです。ほうほうほう。辛いよーと言われて食べてみたところ、自分は大変脂っぽかったです。一粒口に含んでみたところ、これぞまさしく珍味というしかない、珍味というしかない味でした。食べた後に飲み物が欲しくなります。ぜひお二人の感想をお聞きしたいです。なるほどね。なるほどね。手羽先味？なんか思ったんですけど、なんかこういう珍味じゃないけど、おかしなお菓子って、キャラメル多くないですか？まあ、キャラメルとかアイスとかほらご当地でさよくさ作るからさその名品を使ってとかさまあ発想がしやすいんじゃない？ああ、うん、なるほどああそっかそっかそう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 、まあ、保存上ねその日数とかも考えてでもなんか辛いっつってもさやっぱり、うん、多分これ名古屋でしょ名古屋って言ってたよね名古屋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 だから、はい、名古屋の手羽先って言ったらちょっとほら甘辛みたいなさああそんな感じじゃんそういうのが有名ですねだから意外にうまいんじゃないのかなでも脂っぽいって言ってたね、うん、ねえ脂っぽいキャラメルってもうすごい、まあ、すごい話ですけどねそう食べてみたい、うん、まあちょっと食べてみたい、うん、へえはいはいはい、はい、こちらですね、はいこちらも紹介したいと思うんですけれどもおいおい、うん、いやー素敵なミスティーネームだなミスティーネーム、はい、金貨のプールで泳ぎたい私も泳ぎたいえ金貨のプールで泳ぎたいさあ金貨ね金貨ね、はい、はいはいはい、うん、あのね黄金のメダルだよいや分かりやすい、うん、ごめんなさいね泳ぎたいねはい、カジ君&ヒロ君はじめまして、はい、こんばんはこんばんは、ラジオ楽しく聞かせていただいてます、はい、さて、うん第1回目の放送で、うん、ワールドワイドと言っていたこのコーナー、はいはい、ヨーロッパのお菓子なんてどうですかおいい、ね、私が紹介したいお菓子は、はい、ソルトシルえっ、綴りがね、SALTSILL。それで伝わるんですかねソルトって塩ってことですよね多分ね。シルとなんだまあまあ一応説明が、はいはい見た目はただの魚の形をした黒いグミなのですが、すごい味です。すごい味です。日本にある食べ物のイメージとあまりに違う味だったため、うちの家族は全員完食できませんでした。完食できない？その一粒ってか一粒ってことだよね。はい、うん実はこのお菓子、うん、ニシンの塩漬け味のグミなんです。ニシン？以前輸入品屋さんで見つけて、買ったのですが、スウェーデンなどでは割と一般的なお菓子らしいです。これが文化の違いってやつなんですかね。カジ君はこういうゲテモノ系をご所望だったようなので、ぜひお二人で挑戦して具体的な味のレポートをお願いします。はい、俺そんなものご所望しましたっけ？ご所望してましたね。ああ、じゃあ、はい、聞きましたね。じゃあ要はこれ。汁は結局、うん、汁っていうな違う違うソルト汁ですよね、うん、ソルト汁汁はニシンってことですねソルト塩ニシンみたいなことですよね、うん、俺そこまでは頭良くねえからないやまあおいらも分かんねえけどよまあでもそういうことなんだろうね、うん、多分ねですよねいやグミグミみたいよどんなんだろうまあ確かにゲテモノ感はなんでグミにしようと思ったんだろうスウェーデンの方ね、日本人だったらきっとキャラメルかアイスになった日本人はすぐキャラメルかアイスにするから、まあ、でもほら、うん、塩アイスみたいなのがあるっすかあーじゃねえよ俺いやだって塩はわかりますよ塩のニシンでしょ魚をアイスにはしないでしょいやでも結構多いよ多いでしょ越前クラゲがアイスになってたんだからあ
え、ニシンも大量発生してる。なんかこう、このニシンは別に大量発生してない。別にニシン大量発生して大問題とか起きてないでしょ。大量発生したらアイスっていうわけじゃない。そういうわけじゃない。あ、なるほど。あの、別になんか、とりあえずいっぱいいいからアイスにしてみたなとか、そういう発生じゃねえから。あー、こういうのどうですか、食べてみたいと思いますか。あのね、うん、俺意外に挑戦したいんだよ。あ、本当ですか、うん、え、嫌いな食べ物とかありましたっけ。嫌いな食べ物いっぱいあるよ。ちなみに。ちなみに、うん、あの、煮干しダメ。多分ダメだよ。多分ダメだよ。だからこそ挑戦してみたい。あ、なるほど。グミならいけるかもしんないじゃん。あー、うん。そしてスウェーデンの人たちとなんかこう味覚が一致するかもしんないじゃん。あー、しないです。なんでお前が断念すんだよ。下野さんはスウェーデンの人とは一致しないです。まあまあまあね。はいはいはい。てなことでね、まあ、他にもね、いろいろあるんですけどね、うん、たくさん来てますけれども、そうそう、今回その中で何持ってきたの、うん、今回がですね、うん、まあスタッフさんがこうまたご用意してくれたということなんですけれども、はい、ですね、ちなみに、うん、僕知ってます。知ってる。さっき下野さんに内緒で聞いちゃいました。なんで知ってんの。なんで知ってんの君。なんて言うんですかね、このなんか違うんでしょうね、このなんか。何が違うのね。なんでそこを濁すの。ミスティネームグラナさんからいただきました。お前普通に読み始めんだよ。何。ありがとうございます、はい、下野さん、カジさん、こんにちは。はい、こんにちは。お、韓国海苔チョコをお送りします。韓国海苔チョコ。お、この方は、韓国の方ですね、日本在住ので、6月に、うん、国に帰った時買ったものなんですけども、韓国生まれ育ちの私にも初めて見るもので、最初見た時は自分の目を疑いました。韓国の方も知らないお菓子らしいですね。店員さんに聞いたところ、はい、観光客向けに作られたもので、はい、普通のスーパーなどでは販売されてないらしい。お、レアレアですよ。やりましたね、下野さん。実際このチョコを口にした友人たちの反応は微妙でしたが、うん、お二人にも味わっていただきたくてお送りします。ちなみに私は怖くて食べてません。なんで食べてないの。なんで食べてないの。お二人の意見をお聞かせくださいということで、グラルさん、ありがとうございます。え、何これ今回は。何、俺一人が食えってこと。当たり前ですよ。カジ君食ったことあるの。さあ、どうですかね。お前食ってねえのに俺だけ食わすとか、そういうのやめろよ。いや、そこやっぱマジで。お兄ちゃん先に食べて。分かった、お兄ちゃん頑張る、ね、うん、これでもさ、見た目さ普通のチョコ、これ普通のチョコだよ、ね、そう、まあ僕も食べてないんで何とも言えないんですけど。食ってねえじゃねえかよお前。あー、もらっちゃった。まだここは兄さんから先に。ちゃんと袋詰めされてんだね。そう、お土産用にね。あ、もう完全に韓国海苔のこの写真のパッケージですけどね。怖えーな。じゃあとりあえずいただきますね。はい、お願いします、はい、あれ、いい音しなかった、うん、あ、結構なんか湿った感じですね。どうなんですか。ちょっともがいてますけど。あー、なんか中にこの海苔感がありますけど。あのね、うん、あ、まあこう、うまいまずいとかそういうカテゴリーには分けられないが、分けられないが、はい、分けられないが、まあ、あのね、味チョコなんだ。味チョコ。味チョコなの。あ、チョコなんだけど、はい、噛んでくでしょ、うん、噛んでくと、もうね、チョコの香りから海苔の風味がふわーってくるから。あ、今、あの、下野さんから発された、ふわーの風で飛んできた空気が、海苔の匂い。海苔なの。あのね、海苔の香りのするチョコよ。あー、まあ、そうで、あのね、これね、本当にね、粉末状にして、まあ、綺麗に混ぜてもらいたかったんだけどね、海苔が微妙にね、なんかこう、青海苔的な感じで残ってんだよね。あー、ちょっとじゃあ僕も。あー、これすげえ、あー、うわ、あー、海苔、あー、海苔が口の中に残ってる。あー、海苔が口の中に残ってる。いただきますね。うん、うん。海苔が残ってる。あー、うん。あ、ん？お、俺これ、大好きです。マジで？いや、本当に本当に。マジで？え、この、いや、甘いものと、しょっぱいものって結構合うじゃないですか。あー、けどさ。え？いや、美味しい。あー、うん、海苔が口の中に残る。うん。美味しい。なんでお前、全部食ったよ。え、だって、美味しいじゃないですか。食べないと、シモンさんももらえますよ。いや、いいよ。なんか、歯がついたやつ。いいよ。なんか、関節キスみたいになるからいいよ。美味しいじゃないですか。あー。あ、なんで、うん、なんで、なんで、うん、あのね、多分ね、これはね、うん、あの、僕が魚介類が苦手だからかもしれない。
海苔って魚介類なんですか？磯の香りするでしょ。でしょって。磯の香りがね、あんまり得意じゃないのよ。うん、得意じゃないの？得意じゃないの。大丈夫かないの、ね、もう、ああ、もう海苔もチョコも残ってね、口の中に。いやー、今回は本当に美味しい、美味しい韓国海苔チョコでした。